プロ野球のクライマックスシリーズ CS ファイナルステージはパリーグ覇者のソフトバンクが2位の日本ハムに3連勝し優勝による1勝のアドバンテージを加えて4勝0敗で突破4年ぶり21度目南海大英時代を含むの日本シリーズ進出を決めたソフトバンクの厚い壁に阻まれた日本ハムだが 今季でチームを率いて3年目となった新庄剛監督52にとっては飛躍の1年となった。レギュラーシーズンでは2年連続の最下位から2位と A クラス入りを実現。清宮幸太郎内野手25ら選手が成長したインにはチームで浸透したある言葉の存在があった。楽しむではなく楽しむ。 シナリオ通りにはいかなかった。まだまだ凡人、もう少し盛り上げたかった。ファイナルステージ第3戦の試合終了後、報道陣の前に姿を現した新庄監督は言葉に悔しさを滲ませながら、シーズン最後となった試合を総括した。それでも、言葉とは裏腹に、表情にはどこか清々しさも漂わせていた。今季のチームは、東打ともに、 軸、となる選手が存在した。4年目の伊藤博美投手、27、がリーグ最多タイとなる14勝を挙げ、投手陣を牽引牽引した。セ宮ミは故障で開幕こそで遅れたものの、夏場から調子を上げ、打率3割、15本塁打をマーク。新外国人のフランミルレーエス外野手、29、も我慢強く起用し、 25本縫い打を放つなど、打線には欠かせぬ存在となっていった。シーズン中、指揮官がよく口にしていた言葉が、サトシ、タノ、シム、という言葉だったという。選手会長を務める松本剛は、楽しむという言葉が、すごくチームに浸透していると振り返る。言葉としては簡単かもしれないけど、 プロ野球選手として目の前の一瞬のプレーを本気で心から楽しむことでいい結果につながった。楽しむという言葉を僕はすごく重く捉えている。それを体現するのがプロ野球選手として大事なことだと改めて感じた。そう振り返る伊藤は自身の SNS で楽しむではなく、あえて楽しむという表現を使うようになり、 他の選手も用いるようになった。指揮官が発した言葉は、チーム全体に自然と浸透していった。